女子メジャー第4戦、アムンディ・エビアン選手権最終日、14日、エビアンリゾート GC、フランス、6523YD、パー71。画像、渋野日向子も祝福、エグい、古江彩香を支える用具担当者たちは、焦りに焦っていた。日本人史上4人目の女子メジャー制覇の快挙を遂げる約1週間前、突出した古江のキャリーバッグはまだ日本にあった。 荷物の運搬トラブルに遭遇し、使い慣れたクラブでプレーさせるのを諦め、新たにフランスに送るスペアのギアをかき集める寸前まで行っていた、とブリヂストンのスタッフは明かす。なんとか開幕3日前の8日、月曜日に到着して事なきを得たが、バッグの中には今大会で初めて使用することになる新作ウェッジもあった。バックフェースに、ビティングスピンと刻印されたプロトタイプで、 思わぬ形で事前準備の時間が短くなったにもかかわらずロフト50度、54度の2本を投入。早速、生命線のショートゲームの助けになった。米ツアー3年目の今季、持ち前のショットの正確性に加えて、飛距離がわずかでも伸びたことがシーズン半ばにして9回のトップ10入り、そしてメジャー初優勝にもつながった。 昨季 245.44YD で全体142位だった平均飛距離は今年、250.75YD、122位と 5YD 以上アップ。シーズンの初めにスイッチした B3MAX ドライバーは、試作段階で震えがいち早く太鼓板を押していたという。すごく気に入っていただいて、早く、R、R&A、アスガの、承認が降りてほしい、と言っていた。 と語るのはブリヂストンのクラブ担当、中原総一郎氏。決め手はスピン量の減少だった。古江選手は米ツアーに参戦してから当たりが強くなり、その反動でクラブが上から入るようになったことでドライバーのスピン量が毎分3000回転近くなっていた。交換性モーメントを維持しつつ。 重心を少し前に移動させた今作に変えたことで2,500回転以下に減り玉の無駄な吹き上がりを抑えられるようになった。